数百年前生まれた2つの種族、イミチ族と吸血族。己の血を活性化させ驚異的な力を発揮する一族、イミチ族。そしてイミチ族と対立し他人の血を吸収再利用して戦う一族、吸血族。4人は幾度も対立し互いの正義を主張し合っていた。これはその種族と4人の女の物語。 OK! Bring it on! It's time to heal。Yeah!
どこだよここ。さあ、いるか。だいぶ下まで来たみたいね。あや。最悪なやつと一緒か。それはお互い様でしょ。だと？なんならここでさっきの続きを。それよりも。サーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの？カグラ。そうだ、サーヤはどこに？あと、お前呼び捨て。決まりね。それじゃあ急ぎましょう。カグラ。もしもし、応答して。もう、あんのか。立ち上がった。すごい音がしてたけど、何かあったの？アーヤのやつが引っかかってきて、その後変なやつが現れて、わけわかんねえ。とりあえずアヤと一緒なのね。カグラ、怪我をしてるなら四角ボタンとバツボタンを同時に押せばブラックリカバリーで回復できる。早く回復しときなさいよ。途中で倒れて置いていくわよ。うっそ、言われなくても今からするつもりだよ。自己管理、本当便利な体ね。でも私はいらないよ。注意怠慢になりそうだ。お前もやめねえ。結界に閉じ込められてますよね。注意の敵を倒せば一緒に消滅するはずよ。キャーキャー逃げ回られなくて助かるぜ。閉じ込めて追い詰められたのはあちらさんってことね。Let's go.
本気でかかってこい。この調子でどんどん行かせてもらう。そうそう、三角ボタンと丸ボタンの同時押しで強力な技が出るよ。エクスタシーコンビネーション、エクスタシーゲージが溜まっていれば繰り出せるわよ。試してみて。よーかい、分かってるって。久々に暴れるわよ。シュッ、私に聞かないでくれる？私だってこんな場所初めてよ。全然頼りになんねえな。さあやならこんな時ちゃんと、めんど。
城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。モグラ？まさかこの地下通路もこいつらの。地面に潜られたら厄介だよ。潜る前に何とかしないと。みたいなことしてるからよ。言っておくけど、助ける義理は。ああ、もう。それ以上はダメだって。何？何なの？回復したんじゃないの？なんだ？これ、体がちぎれそうだ。カグラ！こんなところでくたばるわけには。あに入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンジ。
させてもらう。崩すんだよ。出口がないなら作るのみ。